皆さん、元気ですかはい、奈々美由きです。3月21日火曜日、今日のサウンドカフェは小学生の自分にメッセージを送れるなら今日はね、ランドセルの日なのでねあのランドセルに詰まった思い出いっぱいあると思いますね、えー、そんな時の小学生の自分にメッセージを送れるならまたはランドセルとの思い出などなど、こちらまでメッセージ送ってください カフェアットマーク fm856.co.jp です。